軽い。あー、めっちゃ軽い。あ、激アツ。ペロパフ。それでもある。ほら。どん。さん、こんにちは。今日は、オルタジネシスをワンボックス買う風にします。で、ワンボックス買うとついてくるものが、このアローラ球根くんです。今日、ポケカの週末バトルで、これをもらってきました。結果、4敗。はい、4戦士4敗です。これで強くします。まず、これからいってみます。ウノーさんの、と、エラルバ、普通のカード、エイパム。はい、こんな感じでした。では、メインの方行きましょう。今回のパックで一番欲しいのは、アーゴヤンダークジキングのカオスなんとか GX っていうのがめっちゃ強かったから、今日はそれを狙っていきます。多いね。95種。今回ね、トレーナーのタクチームもいるので、その辺も狙っていきたいと思います。マオ&スイレンの HR ね。でも、それもなんだけど、アルセウス・ディアルガー・パルキアのスペシャルアートも欲しい。3匹が石像になってる。軽い。あ、少し重い。軽い。あー、めっちゃ軽い。これはなんか、これはちょっと軽いかな。ドリームリーグのパックの最後の時に、あ、これ重いって言って開けてみたら、ポイポイの小サッカーのヤドンが出たんで、今回もちょっと重いやつ選んでみました。重い重い。少し重い。重い重い。友達に教えられた。重いやつって GX 入ってるんだよって言われた。リグレー。バジュール。チョロネコ。ポケモン行き。超苦しい。だって、この辺のカードと比べてみ。じゃあやってみよう。解説スタート。コスモーム、ノーズバス、イーブイ、マシブン。で、キラカードだったでしょ。まあまあのやつだ。ランタン。では次。あ、激アツ。激アツ。ルルリ。ノーズバス。エラルバ。あれ？セブラー。これか、重かったの。二人分あるから、これ。重かったのが。二人分あるから重かったのが。今回のサポートのタッグチーム、1枚目。デスマ&ハラ。これ入ってたから重かったの。もう一つ目、これキラだったし。三拍目。ワシボン。何この子。コロンフリー。アールヒルピー。あれおかしいな。エレザード。カインディシーじゃないよ、これ。あれだよ。ソードシールドのシールドだよ。重いやつ選んだんだけど。激アツ。タワー入ってる。クズモ。クズモ。アザラシ。ドドクラ。ドクロ。ほら。ね？ほら。アーマールド。1個目出ました。メガミミロップ&プリン GX。あ、これ普通だ。キラ。この重さはね、さっきの重さとは違う。フスクロー。フラベベ。エイパム。あれ？ウォーグル。トトゼルか。なんでこいつだけリアルなの？多分。ちょっと重い感じが
ゃしてきた。この一パックが少し怪しかった。この黒ペロパフ。これでもある。ほら。どれどれ。どれどれ。ほら、俺の読みが当たってる。少し。出ました。どれどれ。どれどれ。微妙持ってるやつもちょっと軽いに入れといて。あ、微妙。玉。玉ざらし。イーブ。ベロパフ。ほら、キラ。ブロコキュラの白ですね。アビミオのエレキテル、あ、エリキテル、ジャロコ、ゴブル、ゴビット、あ、ニフィア、オニゴイ、まあ、これはないでしょう。多分これだけがキラだと思うんだよね。リリーダ、フラエッ、アローラサンド、あれ違う、あ、見えちゃった、スワンテ、ほら、これが重かったんだよ、これが重かったんだよ、二人分だから、これが重かったんだよ。これが全部多分入ってない、それだったらすごくない。玉ざらし、メラルバ、ヒメグマ、ほら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 、キラじゃなかったよ。キラ入ってなかったよ。この人軽いから、二人とも。0.1 だから。0.1、0.1 だから。ワシボン、コアルヒ、ジャラッコ、ほら、ビーストナイト、ほら、サンドパン、ほら、キラも出てないよ。スナパ、チョンチ、アローラロコ、あれ、あれ、キラ入ってた、微妙だったのかな。混沌のうなり、今回のスタジアム混沌のうなりです。混沌のうねり、あれ、ちょっとこれなしにして、あ、どこに変えといて。ヒマナッツ、コスモック、浮きわらじ、あれ、逆だったの。クチート、何も入ってない。2連チャンでキラキタマ、コロボウシ、アノプス、謎の化石、あれ3回連続 GX ではなかったじゃん。コロトック、ゲンタの結果は GX 以外は微妙ってことです。タクチームと GX がとりあえず1枚ずつ出ました。後半戦には SR もあります。普通に軽いじゃん。いや、重いは重いけど激アツって感じではない。軽いよ、普通に。そういうのに近くかな。はじめにゲンタが予想していた微妙の3パックを開封します。微妙にはキラの、キラトレーナーのタック、グズモ、シシコ、ドドグラ、ほら、ルナーラ、リングマ、微妙に重いんだよね、これね。スナバ、ジャランゴ、リリード、あれ違う、ドトダイノサスプロ、ライチさんが使ってる、これは多分入ってる。ナックラ、コスモーム、コロボーン、コロボーシ、ほら、トレーナーのタック、全員揃った。レッド&グリーン、ベロリーン、ね、トレーナー入ってたでしょ。じゃあ、激アツいきます。
ちょっと待って。同じなんだけど。まあ、こっちの方が重いのは当たり前なんだけど、予想的にはね、計算通りだったら。エレキセル、トンチ、玉ざらし、あ、キラか。スワンナ。多分俺も重いカロリーの判定が悪かったんだと思う、その場合。ヒメグマ、コロボウシ、コツノック、あれキラ、ルガルガン、ルガルガン、あれめっちゃ重い、 SR だ、メロルガ、アノプス、 EV、 あれオーグル、あ、この人だ、重かったの、重かったの、重かった、ジジイロンだ、ジジイロンが重かったんだ、絶対いるって、 SR はいるって、カレー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 、重い、あれじゃあこれ開けてみる、あー確かにこれが本当だったらすごいよ、アローラロコ、ヘルパフ、コスモン、高いよ高いよ高いよ、グラミドロ、おっキロキロ、 SR はいるって、これ重いってお母さんが選んでみたんだって、比べで、トロモリ、マズバス、あれトベロタック、口裂け女、見て後ろ、タクチームがいるよ、この中に入ってる、絶対絶対 GX タクチームは入ってる、これ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 全部、これ全部、これ全部、これ全部の中に入ってる、最初の意味は当たってたんだよね偶然じゃありませんね、大人だからだよ大人だから分かんないんだよ、トゲデマル、アローラサンド、ナクラ、鬼氷、ひまわり、謎の化石、ブラベベ、アローラサンド、キュウコン、なんだこれ、しめぐりの証、あ、島めぐりの証、証は島めぐりの証、ジャラポ、フライッテ、ブスクロ、ランタン、タックゴール、すげえ、タクチームのカード2枚まで相手に見せてから手札に加える、タックコール、エイパム、コスモック、ヒマナッツ、ジュナイパー、ゴルグ、この3パックかけましょう、どれどれだと思いますか、あなたは、これ、じゃあこれで、ほんじゃこれは絶対いいんですね、じゃあ切ってみるよ、雪わらし、ゴルーグ、モクロ、アローラサンドパン、ココモロモ、ココココロモリ、さあどっちがいくのか、ほんじゃまず最初おるのから切ってみるよ、これが選んだ、ジャラッコ、コアルヒー、あ、マシボ、アーゴヨン&アクジキング、ビーストナイト、本上平等、本当に本当に重かった、本当に重かった、あ、重いな、やばい、HR だ、イワンコ、ヒメグマ、トゲグマ、あ、まさか、わかっちゃった、これだ、ほら、あのね、スイレンの心、ここら辺が見えた、スイレンのここら辺が見えて、あ、これスイレンだと思ったあれ、エイパム、エテホース、一本の進化系です、うん、かわいい、強っ、自分のバトルオブ
ポケモンをベンチポケモンと入れ替える。追加でこのカードを使うときに自分の手札を2枚トラッシュして良い。その場合ベンチに入れ替えたポケモンの HP を120回復する。まずがゲンタが欲しかったアゴロン&クジキング GX。 これ強いんだよね本当に。カオスオーダー GX、 自分のサイドを全て表にする。対戦が終わるまでそのサイドは表のまま。追加で超エネルギーと悪エネルギーが1個ずつついているなら自分のサイドを2枚取る。何もなくてもだよ。おい、じゃあこの2枚使うからドリちゃんデッキ作ってね。今回もメインキャラが出ませんでした。本当はポケモンセンターのオリジナルボックスで2ボックス開封する予定でしたんだけど品切れで買えませんでした。マジで欲しかった。次もしかしたらカキ&サトシ。では今日はなオルターチェネシスを開封したのじゃ。皆さんも買ってみてな。重い軽いは関係ないから皆さん気にしないように気をつけてにゃ。ではニャハスとジャンケンクニャ。サンシャイアゲン、ジャンケンパン。みんなニャハスに勝ったかにゃ。また次の動画も見てくださいにゃ。バイバイ、また見てにゃー。